松浦博は、江戸時代後期の大名。秘前国平戸藩の、第十代藩主。官位は、十五位下、秘前神。第九代藩主、松浦清の三男として、平戸にて誕生した。陽名は三保松。完成七年、江戸に移る。同年、七、真の着手となる。長兄将の拝着、次兄部の死去に伴う措置であった。なお、 年齢の上積みを図り、幕府には8歳と届け出た。今日は3年6月1日、11大将軍、徳川家成に、おまみする。同年12月16日、受護医した、秘前神に助任する。天保5年3月、若年より、長い直さの官名と重なるため、幕府に、秘前神の解明伺いを提出した。同年8月、解明は、 必要ないとの返答を受けた。文化3年11月、父清の隠居により、家督を相続する。文化5年、松平定信の娘と結婚した。天保12年ウール1月、隠居して、長男のように家督を譲った。父、真の遺行により、平戸で隠居し、陽とその後を継いだ千の貢献に当たった。慶応3年、77歳で死去した。法号は、 竜水院伝前小江州大使館館官、中大古寺。火永7年、江戸より異国船大港の法を受けた際に、隠居中の広氏は、領内の寺社に敵国降伏の祈祷を依頼した。以後、異国船の侵入や、それに伴う騒乱が発生した場合には、隠居がその執行役を任じることになった。広氏は、富士山に大山を建てたり、古港に小富士を築くなど、 霊的な加護により、異国船との戦闘が起きないように努めた。また、藩の財政が逼迫する中、隠居料を半額に減らし、軍用金の納金を制度化するなどして、財政を間接的に支援しつつ、大砲の鋳造と法術の導入に助力するなど、藩の解剖策を援助した。農学に通じていた広氏は、独特な形態を持つ用局。 平戸三郷林を起こし、隠居した後には雇用をもとに平戸林の様式に、五国の願いを加えた新皇、平壺などを完成させた。著作として、随筆、亀岡随筆がある。ありがとうございます。